1932年の政治では、1932年の政治分野に関する出来事について記述する。桜田門事件の現場。罰の地点に爆弾が投擲された。桜田門事件で関係に拘束される、リササグマッサ。第18回衆議院議員総選挙の結果、犬飼武内閣の与党立憲政誘拐は301議席を獲得し圧勝した。 法日時のリットン調査団。右から、ハインリッシュネイ博士、フランクロス・マッコイ少将、リットン卿、アンリ・クローデル中将、ビアーノ伯爵、ルイージ・アルドロバン・ディ・マレスコッティ。上海天長節爆弾事件直前の要人。左から白川義則大将、重光葵講師、野村義三郎中将。5.15事件。 犬飼武史首,首相暗殺を伝える東京朝日新聞。犬飼の死により、戦前における政党内閣は終焉を迎えた。独フランツ・ホンパーペン内閣。男爵内閣とあだなされ、ドイツ国内では不人気であり、主要格闘の支持も得られなかった。二百239ページ。二百239から240ページ。安倍。 P195 林、P179 安倍、P196 安倍、P197 アイク、P189 フェスト、上官 P435 安倍、P136 安倍、P200 フェスト、上官 P438 モムゼン、P416 安倍、P201 安倍、P205、トランド、上官 P313 フェスト、上官 P447 モムゼン、 P436 から437、ハットエービーアベ、P206、ありがとうございます。